イギリス海軍の駆逐艦 L91938 年3月31日発注1938年11月1日寄港1939年11月26日浸水1940年12月19日浸港試験中多くの欠陥が明らかとなり1941年1月まで修理に費やされた 修理完了後、リージョンはグリーノックでウエスタンアプローチ管区に配属され、第11護衛グループに加わり、船団護衛などに従事した。2月、リージョンはノースウエスタンアプローチを通過する軍用船団を護衛。3月1日、リージョンはロホ方天諸島に対するコマンド部隊による襲撃の支援で出撃。それらの任務を無事完了した後、リージョンは 第14護衛グループに加わった。4月13日、リージョンと駆逐艦ピオルンは、アイスランド南方沖で、ドイツ潜水艦 U-108 に撃沈された、武装商船ラージプタナの生存者177名を、救助した。4月の残りの期間は、戦団護衛で費やされた。5月、リージョンは、ドイツ戦艦、ビスマルク捜作にあたる、本国艦隊の主力艦を護衛した。 だが、給油のため、アイスランドへ向かったためビスマルク沈没庭には立ち会わなかった。この後、リージョンはまた戦団護衛任務に戻った。6月22日、リージョンと同警官のランスの2隻がマルタへの航空機輸送作戦に参加する空母フューリアスをジブラルタルまで護衛した。6月26日、ジブラルタルからマルタへの航空機輸送作戦で、 空母アーグロイヤルや巡洋戦艦レナウン、軽巡洋艦、ハーマイオーニーの護衛を務める。7月、リージョンはクリーノックに戻り、ウェスタンアプローチでの戦団護衛任務を再開した。8月27日、リージョンは OG71 戦団の護衛部隊への作り援として派遣された。イギリスへ向かう途中であった戦団は、ドイツ潜水艦 U-559。 U-201、U-564 の攻撃を受けていたが、護衛部隊は襲撃者を追い払うことに成功し、戦団は8月25日にリバプールに到着した。9月になるとジブラルタルへ移動し、マルタへの航空機輸送に従事する艦艇の護衛を務めた。9月24日、リージョンはハルバード作戦で戦団の護衛を行った。作戦を終え、 ジブラルタルへの帰島途中で、リージョンと駆逐艦グルカは、イタリアの潜水艦アデュアを沈めた。10月も、マルタへの船団の護衛を行った。10月23日、リージョンなどが HG75 船団護衛中に、護衛の駆逐艦の一隻コサックが、ドイツ潜水艦の雷撃を受け損傷した。リージョンなどが救援に向かったが、その際リージョンは自由フランスのスループコマンタンと、 デュボクを潜水艦と誤認して攻撃した。だが、幸いにもコマンタントデュボクに被害はなかった。11月、リージョンは第四駆逐軍に配属され、マルタへの戦団を護衛した。11月13日にリージョンはドイツ潜水艦 u 2 0 5の攻撃を受け、反撃を行ったが、不成功に終わった。一方で、空母アークロイヤルが、光なりし、 リージョンと駆逐艦ライトニングがその乗員千1560人を救助した。アークロイアルが沈没すると11月24日にリージョンはジブラルタルに戻った。1941年12月11日、リージョンは地中海艦隊に加わるため駆逐艦、シーク、マオリ、イサークスウエールズと共にジブラルタルを出行した。この四隻は十二月十三日に 北アフリカへの物資輸送中であった、イタリアの軽巡洋艦、アルベルコダ・バルビアーノとアルベルト・ディ・ジュッサーノを攻撃し、撃沈した。この海戦でリージョンは、アルベルコダ・バルビアーノとアルベルト・ディ・ジュッサーノに一本ずつ、魚雷を命中させた。海戦後、四隻の駆逐艦はマルタへ向かった。ボンミサキ海戦後、リージョンは、軽部隊と共に、地中海中央部で、 数軸国船団の攻撃に当たり、第一次シルテワン海戦に発展することになる12月17日の戦闘では空襲を受けた。12月19日にはリージョンは C 部隊と共にアレクサンドリアへ移った。それらがアレクサンドリアに入港するため防戦網が開けられた際にイタリアの人間魚雷が港内に侵入し、戦艦バリアントとクイーンエリザベスを撃破した。 12月28日、リージョンと駆逐艦キップリングはメルサマトルーフ沖でドイツの潜水艦 U-75 を沈めた。リージョンは1942年1月中も戦団護衛を続け、1月17日にはバルディア北方でドイツの潜水艦 U-133 の魚雷攻撃を受けた。リージョンは攻撃を回避したが駆逐艦グルカが沈没した。 1>, 1月27日から2月中旬までマルタでアスディックの修理を受け、それから第22駆逐軍に転属となった。引き続き戦乱護衛に従事し、第2次シルテワン海戦にも参加した。3月23日、リージョンは駆逐艦、エリジと合流し、クラン・キャンベル SS クラン・キャンベルを護衛した。この作戦中に空襲を受けて、資金弾により損傷したが、 マルタにたどり着きそこに座礁した。3月25日にリージョンはドックへ栄行された。だが修理中に爆撃を受け沈没した。ありがとうございます。